ロジェクト K, クト K こんにちは、キラです。今回はですね、こちらです。玉川でゼゼス245ボックスと246ボックスと256ボックスで爆勝ちします。本日玉川最終日です。3艇ボックスのトリプルです。2456ボックスの節約バージョン、玉川といえばグースで最終日に特大ドデカマンシュー出ちゃってください。216倍グーデプラス中止です。さあ、ではゼゼス、どうぞこれからすいません、大丈夫です。玉川最終日でございます。玉川さんは最終日でも満州が出るイメージがございます。3艇ボックスのトリプル、2456ボックスから456ボックスを省いた、そんな18通りでございます。もうていわっわ、いきなり来ていい、いきなり来ちゃっていい。1号艇3号艇絡んだ時点でアウト。246、あっわ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 っ、やばいやばいやばい、これ来た、やばい、これ来た。10番手2位、あっわ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 っ426462だ。ここで2番手2号艇426上位の体勢は4番2番6番です。400倍だ。待って、それは高い高い、もう高い。4番野村です。あ、バックが近くて426451.4倍です。バックが近くてです。10万周だと思っちゃったから10万周だと思っちゃったからちょっと低く感じてしまいますが、451.4倍、ドデカマン周です。216倍で超えてプラス収支なので、いや、回収率 200% 超え、これで3号できちゃうとダメだよ。ちょっと待って、嘘でしょ。10万周だと思ってたものが400倍台に落ちて3号で来ちゃうとゼロですよ。3号で来ないで。偶数艇適正ですよね、大丈夫。はい、来た、待て待て、テイヤありがとうございます。やったやった、奇跡のドデカマンシュドンピシャ的中、400倍台一発目からなんと第一レースから的中いただきました。爆勝ち確定いただきました、すでに。もう楽ちんだ、もう楽ちんです。ここからもう楽ちんで見ていきます。はい、いい逃げ、はい、いい逃げです。やっべ、やっぱ玉川は最終日まで満州が出ていただける。玉川大好きだ。しかも偶数艇、やっぱ玉川偶数艇強い。3号艇はもう絡まない日でお願いしたい。1号艇もほどほどに、ほら6号艇グイグイ絡んでくるかもしれない。まあとりあえず2号艇なんですよね、とにかく2号艇、2号艇プラス外枠で本日勝てるときに勝っておく、取れるときに取っておく。まだ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 満州出ちゃっていただきたいですよ。回収率 300% 目指せ 300%。 3号艇を1号艇が抑える、その内側を2号艇。第一レースのスタート結構デコボコしてましたもんね、あんな感じのスタートが理想的。高いなこれ、うわ高いなこれ、誰が3号艇が人気なのか。123高いですよ、20倍台123にしては高い。はい、第4レースございます。大丈夫、玉川は最終日でもイン逃げ祭りには落ち着かないイメージがございます。このままイン逃げに落ち着かないでいただきたいですよ。4番の松本は少し遅れています。まずは1周1幕インで1番品川、1号艇の予感飛びつけて2号艇、わあ危ない危ない、わあ山川大丈夫か。バック側3号艇がビリでした。内枠2人です。そして3番山川競争続行、1号艇が残らなければチャンスですけども、まず旋回1号艇が残るホームステレッチ。1番の品川がへさき浮きていましたが、2番の宮迫を捉えきれませんで、高いな、なかなか高いな、2号80倍だ。第5レースが出ます。
最近植毛手術の話ばっかして申し訳ないんですけども、植毛手術というのはね、保険適用外でございます。 AGA 治療もそうですけど保険適用外、そして医療費控除も対象外。ハゲに厳しい世界、待て、そんなハゲに厳しい世界に生きてるんです。敵襲ぐらいさせてください、敵襲ラッシュしてください。524、どうして保険適用されないのか。524、そりゃね、命にかかるわけではないですけどね、ハゲたら死ぬわけでもないですけど、ただ心の病気だと思うんですよ。心の病気、それで死んじゃう人だってたくさんいるんです。だから保険適用されてもいいと思うんですよね。僕はそう思います。はい、第6レースでございます。すでにプラス10勝はかけていただいております。ただそれ以降1号艇が絡んでいる。スタートがデコボしている。こういう時はチャンス。3号艇が来ちゃダメだよ。わっわっ256265なら300倍台、256は70倍台。ただ3号艇は絡んできている。旋回になっていた5番渡辺、この接戦はインサイドを取っています。5番の渡辺丁寧に回ろうとしますが、235253番の相馬翔がかわします。なるほどですね、人気のところ、直線コース人気のところ番た。はい、後半戦でございます。もう一満周くらい当たっちゃってもいいんですよ、お願いいたしますよ。3号艇はね、昨日かなり絡んできているので、1号艇本日はそんなに絡まなくてもいいんですけども、3号艇結構絡んできている。しかしすぐ外に1番の桑原、スタートは正常でした。そして3番タラスが残った4選手混戦ムード。また400倍台、246また400倍台、245ダメだ、1号艇守る。トップ2番西橋、リードを広げて帰りました。この競争です。はい、第8レースでございます。ダッシュが456です。スタートが肝心。スタートしてきました。2番の吉武、もうちょっとデコボしていただければな。1番の宮迫、まず先1号艇吉武刺そうと、3番の前田はまくれない。2番の吉武が内、外に1番の宮迫、やっぱ2号艇強いな。瞬間地点に向かって1歩、2番吉武、すっと玉川はスタートは前提正常。そんな中1番の宮迫、今アクション持ち込むとしますが、後続勢が突っ込んできそうだ。21人気のところ254とかになっちゃってくれないか。254とか高いのに。最近思うんですけども、人生って非日常がすごい楽しいじゃないですか。非日常なことをするのがすごい楽しかったりするじゃないですか。いかに日々に非日常を取り入れていくかで幸福度が変わっていくと思うんですけども、非日常なことを、一つのことをやりすぎると、それはもう非日常じゃなくなって日常になってしまうので飽きてしまうんですよね。楽しくなくなってしまうんですってね。僕で言うとランニングすごく楽しかったのに、もうランニングしすぎて飽きてきてしまいました。じゃあどうしようか、何をしようかって考えたところ、プールにでも行こうかなと思ったら、あ、でもハゲてるからダメだって、そういう感じです今。そう、プールもね、ハゲてから諦めたことの一つです。もうハゲてから諦めたことがたくさんございます。職務をしたらプールにも行きたい、プールで泳ぎたい。番井上攻め込めませんでした。さあ3番堤のまくり届かず、2番倉田にもかわされて、1番森野が守備よく逃げました。スタートは前提正常、1号艇門の先頭を逃げて、第1レース400倍台を的中いただいてからは満州が1本も出ない。というか4号艇が全然絡んできてない。4号艇が2本しか絡んでない。3号艇が思いのほか絡んできてる。はい、第11レースでございます。ダッシュが456です。スタートがピタッと並びそう。4号艇攻めていって、各選手はあまり大きな
差なく1マークへと向かっていきます。インで1番渡辺浩二逃げる2番渡辺なんか3号艇絡んでくるな。渡辺俊介が入ってまいりましてバックストレッチ前へと抜けていきます。あと1本ぐらい的中してやってもいいと思います。245 高いけどもダメだ。1号艇3号艇飽きてる。2号艇強いな。2号艇何本目ですかこれ1着。5本目ぐらいです。さあトップ争いは継続しております。3号艇全部絡んできてるな。全部は言い過ぎですけど3号艇ほとんど絡んできてる。はい、ラストです。優勝戦でございます。第12レース、いやば、4号艇がグインってくる。え、待って、すごい優勝戦です。待って、わー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 、すごいことになってる。待って待って待って、1号艇が残らなければ、1号艇が残らなければいける。5256、あ、やばい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 、高い高い、700枚台526。待って1号艇来ちゃってるわ。1号艇ぐらいです。待って、524、わっ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 、やばい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 、10万周です、10万周ですよ。ちょっと待って、52、あ、523も10万周だよ。そしたら、わっわっわっ、やばい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 、ちょっと待って、これ優勝戦第12列でしょ。待って、嘘、524でしょ、524、10万周ですよ。ちょっと待って、やばいじゃんやばいじゃんやばいじゃん、嘘でしょ。10万周です、的中ですよ。524は的中だよ。やばいやばいやばい、もうやばいやばいやばいバイやばいやばい、ついについに10万周。ちょっと待って、こんな最後の最後にもう爆勝ち確定で、完全に油断してた、完全に油断してる時に10万周、てっやべえ。1026倍です、1026倍。的中でしょ。やばい、なんかあっさりきた。はーい、やったーやったー。優勝戦で10番周が出ました。お久しぶりの10番周いただきました。ありがとうございます。すでに爆勝ちが確定していたところに、確定していたところにハゲの神様からのプレゼントが降ってきました。これで植毛しなさい、職務をして私の元から離れていきなさいっていう、優しく微笑んでくれました。ありがたや。いや、今日これ最初つで買おうとしてたんですよ。つで買おうとしてたんですけど、マジで危なかったです。つでもなんと10万周が出ております本日が。この買い目だと坊主でした。マジで危なかった。いつも見たく10万周が目の前を通り過ぎていくところでした。食毛300万貯めるんだ企画の計算をします。ボートの収支とか YouTube の収益とか、かかってくる税金とかのもう全部の収支です。それの、プラスマイナスして、それでプラス300万を目指しているわけでございますが、それが今のところどのくらいなのかを計算して編集で載せておきますこの後。確か最後に計算したのがマイナス200万ちょっとだったと思いますので、マイナス100万台になってくれてたら嬉しいです。はい、出します。じゃか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 じゃーん、ここで表示しております。ちなみにですが、ボートレース収支だけで言えばもう恐ろしくマイナスでございます。もう何百万マイナスです。この10万周を取るまでにいくつもの坊主を出してきました。動画にもしていない坊主感もたくさんございます。なので初心者の方、これ見ていただいている初心者の方、この動画を見て出目買いで10万周を簡単に取れるとは思わないでください。それはもうご注意くださいませ。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。